じゃあこんにちは、はい、さやたかさんも後半戦も折り返してどん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 ね、はいチームも加速していっていますが、じゃあ今年新人王、はい、誰が候補に近いのか取るのに近いのかというのを予想していただきたいと思います。ここで一旦今年は大きい人が取る、ね、ちょっと待って、体が大きい人、体が大きい人が取る。そしてやっぱ両リーグ、まあ、パリーグはもう一択だよ一択、どうぞ。もう問題出すよ、はい、開幕投手も務めた、はい、パリーグの2年連続覇者、はい、その先発ローテーションに入ってる、はい、誰でしょう。山下俊平投手、はいちょまだまだ、ちょっと待って、候補者を見ていきましょう。あ、候補者ね。まあまあまあ、はい、確かにもうオリックスの山下俊平太投手、はい、まあ、身長ね、高いですけれども、まあそうですね、今のところちょっともう群を抜いてというか圧倒的でしょう。あ、そうなんですよね、うん、圧倒的に今新人王に手が届いている。でもその他にも権利がある選手います。例えばロッテ、はい、友杉選手、いい選手だな、はい、2022年のドラフト2位です。これはね、いいよ。いいですよね。いいよっていうのは、うん、やっぱこうゲームで必要な選手だな、はい、本当に、うん、まあ、練習ではそんな見栄えは良くないかもわかんないけど、俺は試合になったら必要な選手だな、うん、はい、あとオリックスの外野手ですけれども、はい、茶野選手、茶野な、惜しかったな。そうですね、あのままバーッといっとけばよかったんだけど、はい、ちょっともう疲れちゃったな。そうですね、2022年の育成ドラフト4位というところで、まあ、あの前半戦やオリックスを支えたといっても、ね、いや、そうそうそう、茶野が打ったら勝てるというね、はい、茶野が打たなかったら負けるという、はい、まあ、そういう時期もあったし、うんうんうん、残念。ああ、そうですね。なんかまだ早いけど、ちょっとまだ早いけど、まだ早いですけれども、まけど、はい、あとは、オリックスの、まあ、宇田川投手も実は権利があるの、はい、あります。ただちょっと出だしというか、まあ、そうだな、はい、悪かったな、そういうところもありますけれども、うん、あと日本ハムは二刀流の矢澤選手、怪我しちゃったからな。そうですね、あとは、西武の青山投手、リリーフですけれども、はいはい、まあでも最初はね、リリーフで使う、抑えて使うとか言いながら、はい、ちょっと使えなくなっちゃってるね、途中でね。そうですね、はい、2022年のドラフト2位選手、はい、で同じく西武内野手ですけれども、渡辺選手、すぐ怪我しちゃったの。やっぱりあれですかね、若いと怪我にもつながっちゃうんですか。いや、若いから怪我しないんです。普通はまあそうですけれども、まあだけど惜しいよな。うん、インパクトはあったけどね。そうですね、あとはソフトバンクリリーフですけれども、大津投手、あ、よく投げてるよな、はい、まあ、まあ頑張ってると思う。頑張って、ただやっぱりインパクトとすればさ、うん、それ山下俊平と飛び抜けてるよ。まあそうですね、今年はこれはショートは関係なく、うん、やっぱ山下俊平が投げますよって、はい、見ますよっていう風になっちゃう、うん、見たいなと思う選手だもんね。そうですよね。それとやっぱり成績も伴ってきてるということから考えると、うん、もう山下俊平もう今からやっといてもいいよ。もう早いですよ。もう確定丸印。いや、でもなんかのタイトルに行くかもわかんないしな、可能性はあるし。そうですよね、うん、だオールスターでも他のパリーグの他のチームのピッチャーから山下俊平太投手にいろいろ話聞きたいっていう投手いましたからね。あ、そう。そうなんですよ、それぐらいやっぱり山下俊平太投手、いやー、いい投手だなですね。まあこれからね、球界になっていくような。いや、だってお前キャンプ回ってて、うん、みんなの解説者が言う言葉が、はい、山下俊平太見たみたいな、うん、見たか見たか見たかみたいな、まあ、見た見た見たあいつはすごいぞみたいな。もうそこから今年の新人王が始まってたのかもしれないですよ。いや、そうだよ。それでもう蓋開けりゃお前開幕投手だからすごい、まだ初登板が開幕投手だから、まあ粋なことやってくれるよね。そうですね、でもそれだけの力あるしな。まあそうですね、はい、そういうことですよね。じゃあ圧倒してる、え、圧倒してる、圧倒してる、はい、じゃあセ・リーグ、今年ちょっとセ・リーグが、はい、混戦になるんじゃないかと新人王言われてますが。そうか、はい、あれ俺は一択だけど、まあ大きいっていうヒントもありましたか。じゃあ、あの候補を挙げて、こうまず阪神は、はい、森下選手、ドライ、森下な、はい、最初から一軍にいてな、うん、まあ最初にいてたんだけど、まあ一回落ちたりとか、はい、まあでもそれなりの、そうだな、活躍はしてるか。そりゃそうですね、今3番目、まあ、同点ホームランとかな、はい、サヨナラとかな、うん、まあいろいろあったからな、はい、まあインパクトはあるな、ありますよね、はい、で同じく阪神2選手権利あります。1人が前川右京選手、そしてもう1人は井上選手というところで、はい、井上はまずやっぱり一軍に来ないとな。まあそうですね、うん、まあちょっと活躍した時はあ、これはすごいわって、うんうん、はい、
思ったけど、もうちょっとダメなんですよ。まあそうですね。前側はいいなぁ。いいけど、やっぱ今のところこうちょっと出たり出なかったりと、ね、定着がっていうところですよ ね。ってなると、やっぱり阪神の中では森下選手が野手ではっていうところになりますが、まあ、ピッチャーで村上投手。あ、村上いんのか、はい。ちょっと一択じゃなくなったな。そう、あ、大きい選手一択ではない。そう、小さい選手もいたね。小柄の選手も。こっからだな、村上はな。はい。こっからの後半戦の活躍がまたキーになってきそうですね。それとチームが優勝するかどうかっていうのも本来は関係ないんだけど、はい、でも例えば一勝のその価値っていうのがやっぱり優勝すると出てくるじゃない、高く評価されるじゃない、はい、だからそういう意味ではいいかもな。お、うん、村上投手もそうだな。そうですよね。じゃあ豊さんがでもあれだろ、勝ち越してほしいよな。そうですね、ポンポーンと勝ち星伸ばしたけど、うん、はい、最近負けが、あ、でも負けっつっても防御率はいいもんな村上と。そうですよね。ってなるとまだまだ分からないぞというところですよね。あと阪神の富田投手も権利はあります。誰？富田投手。あ、まあでもちょっとやっぱ村上よりは落ちるでしょ、うん、そうですね、うん、そうなってくるとっていう、ちょっと落ちる、ね、はい。さあ、そして中日、はい、中日は、福永選手、それから村松選手も内野手として、はい、入ってきてます。権利はあります。ちょっと成績がな、ちょっと弱いね。弱いですか。いい選手だけどな、2人ともな。そうなんですよ、内野手で、うん、まあ、将来的にはな、中日のレギュラーを張ってそうな選手だけどもね、はい、うん、だけど新人王っていうことから言うとどうなのかなっていう。厳しいですか。まあ、厳しいか。厳しいっちゃ厳しいよ。そうですね。2人よりもやっぱりいい投手、いい選手っていうのが出てきてしまっているので、立ち、うん、そうだね。そうか。ただ本当に中日を今年支えてる、あの今なくなりましたけど落ちていくんじゃないでしょうね、今から。大丈夫ですか。支えてる2人ではあると思うんですよね。まあそりゃそうだよ、はい。あとブライト健太選手も権利はあります。まあそうだな、うん、ただ行ったり来たりっていうところが、そうだな、うん、まあそこら辺がやっぱりな、うん、もったいないよな。あとは先日です、プロ初勝利、もう沖縄の星です、中地投手。爽やかだね、あの子は、はい、もうイケメンというのがもう話題に上がってましたけれども。なあ、はい、いや、イケメンだよ。でも立浪監督がインタビューで、いや、僕顔が似てると言われるんですよ、中地君とね、で兄弟だって言われるんですよってコメントしてたんですけど。立浪も年取ったな。タッツァンもさ、タッツァン若い時って本当にアイドル的な顔してたけどね。はい、年取ったよ、年取った、はい、うん、まあ似てないことはないないですかね。でもあの中地投手ね、あのこっから後半戦ちょっと頑張っていって、まあそうだな、うん、こっから10勝するっていうのは難しいじゃないか。厳しいですね、うん、ただなんかね、いい投手が出てきたなっていうのは、まあそうだな、ね、本当な、最初の登板20球で終わっちゃったけどね。そうですね、どうなってんだよみたいな思ったけど、はい、やっぱそれなりにね、調整させて、うん、はい、投げさすとやっぱりいいものは見せてくれたな。そうですよね、はい。さあ、ヤクルト、はい、2022年のドラ1です。吉村投手先発で、今投げてないじゃない。最初頑張ってたんですよ。いや、最初頑張ってたけど、はい、でもこれはもう権利はないよね。ダメですかね。だっていないんだもん。そうか。あとヤクルトから並木選手、2020年のドラフト5位。並木な、よく頑張ってんな、はい、並木が一番に定着するようになって、はい、成績が多少安定したところがあるからね、ヤクルトは、はい、だからそれなりに評価はしてあげたいと思うけど、はい、ちょっと弱いな。そうですね、うん、よく頑張ってるよ、彼は。でも、はい、うん、外野手が足りないっていうところで守りでもあったり。そうですよね。あの足は魅力だな、本当にな、はい、本当早いね。早いですね、本当早い。なんかその人間の本能というか、あの速さ、動物的な速さというか、動物で一番速いような感じがするよね。速いですからね、はい、でもクマは速いらしいな。あ、クマ速い。60キロぐらいで走るらしい。いや、めちゃめちゃ速いんですよ、あんなね、図体というか、あんなしてて。それ関係ないですけどね、関係ないですけど、はい、さあ、巨人です。巨人でいうと、まずは横川投手も権利は持っています。まだチャンスはあるな。まだあるんです。先発のローテから一回中に入ったりとかも。で、村上と比べるとどうなのかなっていうインパクトかな、うん、そこがちょっと抜けてるので。そうだな、うん、ですけれども、はい、ちょっと弱い、ちょっとな。さあ、そして
大きいと言って大きい、はい、この選手秋広選手なあ、はい、いや秋広はやっぱりよく頑張ってると思うよ。2020年のドラフト5位、うんうん、ホームランも2桁打ってるしさ、もうレギュラーですもんね、3番で勝負強いしさ、はい、今この名前を挙げた中では巨人阪神の戦いになるかな、はい、じゃあ村上投手と秋広選手の戦いに最後一騎打ちになるんじゃないかというところですか。一騎打ちになると思うよ。だこれピッチャーと野手なのでどういうふうに企画対象の数字というかしていけばいいんでしょうね、まあ、そうなってくると、うん、やっぱチームの成績だとか、うん、そのまあ村上が阪神で、はい、まあ、仮に阪神が優勝するとして、うん、その一勝の価値を上げるとかさ、はい、まあ、そういうことだと思うし、うん、で秋広がもう最後まで3番を、ね、打ち続けて、はい、例えば、まあ、3割だったら3割残して、うん、もう2桁ホームラン打ってるわけだから、はい、だから村上が今6勝5敗でしょ、はい、で防御率が 1.97、うん、これはもう申し分ないよね、うん、ただこっからだよ。だから2桁いっても10勝10敗じゃさ、はい、どうなのかなっていう、うん、ピッチャーのことを考えるとね、うん、でも、まあ、秋広は2割9分8厘で、まあ、10本打ってて、うん、あとは打点だな。あー、打点、はい、うん、まあ、3番を打ってるということでいけば、うん、今29打点でしょ、はい、ホームランの3倍の数だ、ちょうど29打点ということは10本打ったら30打点、うん、そういう計算でいけば20本打ったら60打点、うん、はい、このぐらいを上げとくといいよね。あ、有利になるんですね、先行選ばれるという意味では、うん、だから村上が防御率が 1.97、はい、このまま1点台をキープするとか、うん、そうなってくるとやっぱ相当すごい数字だからね。すごい数字ですよね。でやっぱこう12勝6敗ぐらい12勝6敗そうか、あとじゃあ1敗しかしちゃいけない。ただそれを上げたら、うん、秋広がやっぱ3割ぐらい打たなきゃいけないな。そうですね、で20本ぐらい打たなきゃいけない。あ、だから秋広選手が取るのに確実にするためだったら3割を超えて20本ホームランここから、そうだ、ね、で60打点、そうだな、うん、だからホームラン数のかけ3倍ぐらいの打点が取れれば、うん、はい、それはもう本当にいい勝負だよ。で村上投手が候補というか取るんであればやっぱり防御率は1点台をキープしつつ、まあ2点台の前半だな。あ、1点後半から2の前半、うん、1点台 1.97、うん、これすごいですよね。この時点でその数字っていうのはすごいよ。ですよね。ただやっぱ最終的にはやっぱり2点台に突入するんじゃないかなっていうのは気はするけどね。それはやっぱり夏場とか、うん、うん、疲れとかね。そうですよね。秋広も貢献度は高いけど村上の完投負けっていうのがものすごく印象にあって、それまでもうピッチャーがね登板方へ来てて一人で投げ切ったというね、交流戦の楽天戦だったと思うけど、それ考えると心が痛むな。そうですよね、前半戦これはルーキーのね権利を持ってて、それだけキャリアのない選手がまあ、そういうことをやってのけるっていうのはどれだけ負けとしても貢献をしてるかということだから、村上と秋広は最後までいい勝負すると思う。数字には出てこない部分での貢献度だったりとか凄さっていうのはありますもんね。じゃあだからこれ投票でしょ。そうです、投票です。そうなんです。だからな、トンチンカンなやつがいるからね。そうですね、これは投票ですよね。あの沢村賞とかは選考委員会がありますけど、そうそうそう、新人王とかに関しては、まあ、投票記者さんの投票とか。だからやっぱりそうなってくると最終的には優勝するチームとか順位が上のチーム貢献度が高いとかも含まれて、印象もありますもんね。まあね、豊さんにちょっと、いやでもこの戦いは楽しみだよね、セ・リーグの。そうですよね、うん、そうそうそう。まあ、パ・リーグは山下俊平太投手がちょっともうね一択っていうところに今来てますけれども、うん、来てない。いや来てます。来てるだろう。来てます。いや誰が絡むんだっていう感じで、記者さんが投票なのでトンチンカンのことだろうね。また分かんないのがあるかもしれないですけど、まあセ・リーグが最後はね村上選手、秋広選手、もしくはここからなんか急にインパクトのある選手がドドドッと来るか。ここからはね。あ、もうない。いやだってよ、彼らは開幕時点からずっと頑張ってきてるわけだから、はい、こっから半分で取れるほど甘くはないだろ、新人を打つったって。まあ、確かにね、それで新人でもありますしね。山下俊平だから開幕投手だから、ね、開幕からずっとローテーション守り続けて、守ってきてますもんね。で村上だって、はい、ね、投げ続けてきて、うん、それで 1.97、 秋広だって
まあ途中ではあったけども、はい、早い段階からチャンスをもらって、それをずっとしっかり持ってるわけだから、まあ持ってるというか、ね、しっかり守ってるわけだから、はい、自分のね、ポジションを。で、2割9分8厘の10本と、はい、ね。立派な成績ですよ。立派な成績だよ。巨人忘れてました、もう一選手。ストロング門脇選手も権利持ってました。いい選手だけどな、まあ、なかなか新人王ってなるとね、あれですけど。ちょっとな、ハードルが高いよな、はい。でも新人の中のストロング守備っていう意味ではナンバーワンなのかなっていう。お前、甲子園でお前、敗走してったよ、お前。エビゾリになって見た、お前。すごいですね。シャチホコかと思ったよ、お前。もうほぼセンターの前まで行ってましたよね。あれは難しいぞ。すごいですね。すごい。やっぱ守備はね、うん、評価できるけど。はい。まあ、ただその数字を並べた時に、うん、村上明弘かなっていうふうには思うけどね。思いますね。でも門脇はここからな、ダーンと打率上げてってさ。1割ないですけど今、うん。そうですよね、ここから上げてって。ポポポポポポンって打ち始めて。回ってなかったよ。ポポポポポポポーンと打ち始めて。そうだ、可能性はなくはないけど、はい、今のところこの段階では村上と秋広の勝負だなって思うね。そうですよね、はい、ゴールデングラブとかも門脇選手、まあ無理ですかね、ちょっとね、試合数が絡んでくるし、ね、まあサードとかショートとかやってるからな、栄養でやってるからか、うん、まあでもサードはまあ今ほとんどなくて、はい、ショートだからな、はい、試合数が足りてくるかどうかだよね。そうですよね、うん、まあ、そしたらやっぱうまいよ、やっぱそうですよね、うん、まあね、今年の新人王、ちょっとパリーグはね、ちょっと確定ランプが灯ってるのかなっていう感じもしますけれども、まあ、セリーグどの選手になるのか、まあ、ちょっとね、はい、最後のまで見守っていきましょう。はい。